シャルル5世、シャルル5世レオポールは、ロレーヌ公。ただし、ロレーヌ公国は1670年以降、ルイ14世のフランスによって占領されており、在位期間を通じて、実際に、ロレーヌを統治することはなかった。ニコラ2世とその叔父アンリ2世の娘、クロードの子で、父の兄シャルル4世の死後に名目化していた、行為を継いだ。ドイツ語名は、カール5世、レオポールと、 ウィーンで生まれる。オーストリアでは軍人としてハプスブルク家の神聖ローマ皇帝レオポルト一世に仕え、オランダ侵略戦争でフランス軍と交戦1683年の第二次ウィーン包囲でポーランド王ヤン三世ソビエス機に協力してオスマン帝国軍を敗走させた。大トルコ戦争では神聖ローマ帝国軍司令官として帝国諸侯の軍勢を率いて ハンガリーに攻め入り、1686年にブダを奪い1687年にもハーチの戦いでオスマン帝国に勝利した。翌1688年、バイエルン戦帝国、マクシミリアン2世イエマヌエルと共に大同盟戦争で、フランス迎撃のためライン川戦線に向かい、フランス軍と戦ったが、2年後の1690年に47歳で死去。 1678年に神聖ローマ皇帝、フェルディナント三世の娘で、ポーランド王、ミハウビシニョビエツキの未亡人であったエレオノーレと結婚した。まもなく、シャルル5世は、チロル総督に任じられ、エレオノーレと共に、インスブルックへ赴いた。その地で二人の間に生まれたレオポルト・ヨーゼフの時代に、ドレーヌは取り戻された。1678年、ウィーナーのイシュタットで、 エレオ・ローレ・マリア・ヨーゼファ・フォン、エスター・ライヒと結婚し、ク史を設けた。ありがとうございます。